どうもおはようからこんばんは、若殿です。ゾンビアイランドストームワーニングエディション、今回やっていくミッションはこちら。ラモンさんからバッテリーとケーブルがないということで、それを探してくるミッション。前回はミラーさんの助けをしていたんですけれども、どうやら難易度があまりにも高いらしいので、諦めてこっちのミッションやっていこうと思います。見ているとね、敵も2発で倒せるぐらいなんで、それならばなんとかなるだろう。しかしこの虫気持ち悪いな。しかも湧いてくる。何も落とさない。倒す意味がない。経験値ぐらいか。そういえばこれ何でしょう。コバックスさんの 久しぶりですね。サバイバルガイド。結局コバックスさんね、釣りか。釣り見たわ。で、この北東に行くんですね。この辺アイテムありますか？二股ブーメラン。へえ、中程度のダメージを与える。なるほどね。骨の刃。工具箱。いろいろ手に入れましたが、一応ね、骨の牙っていうのは1個持ってるんですよ。キノコ。へえ、なんか危なそうですね。食べて大丈夫か？さてと、北東に行かなければならない。よし、危ない危ない。うまく狙いが定まらないが、ワニがいる。しかも敵まで湧いてくる。痛い。かなり痛いぞ。引っかかるんですよね。しょうがないな。武器を変えよう。そい。またローリング食らってる。ちょっと待って、ちょっと待って。さ、狙いが定まらないんですけれど。ラモンさん、助けてくれ。やっと倒したよ。強いな。生肉もね、インベントリに空きがないんですよね。さて、かなり厳しい強敵に出会ったが、ワニとかいるんだな。ゾンビより全然強いってどういうことですか？沼地か。危ないな。どうやって回っていけばいいんだ？左から行くのか。距離はかなり厳しいぞ。ここをくぐっていくんですね。危ないですよ、それ。モンスターが、ゾンビがかなりおびき寄せられているが、大丈夫か、ケンジ。そうか、敵は降ってくるのか。だが、アンズルでない。前回よりは余裕だ。余裕でもこの数厳しいよ。敵は降ってくるな。さて、落ち着いて1人ずつ倒していこう。リローディング。心配なのはね、夜なんですよね。そこまでたどり着くことができるかどうかが相当不安ではあるが、まずはたどり着くことを優先に考えよう。登っていく場所あるのか、これ。とうとう夜になってしまっているぞ。フラッシュライト。回り込んでいくしかないんですね。焚き火があるな。せめて焚き火がある場所につければいいんですけれどもね。いい。こういった敵に警戒しながら行こう。キャッサバのね。ガイドがある。釣りはね、一回見てるんですけれども、今回のは見てないな。チャプター11か？ピラニア。どういうことだ？ピラニアとかいるんですね。沼地通ってきたんですけれども、いなかったですよね。危ないぞ、コバクさん。沼地に入る前にそういうのは教えてほしいものだ。
まあ、ゾンビごときなら恐るるに足らず。距離を取っていればどうということはない。どっか避難した方がいいんですかね。お、レシピがある。ステンガン。へえ、そろそろ新しい武器欲しいですよね。おっと、こういった敵も近づいてくる。とりあえずはここで一旦ね、様子を見ましょうか。さて、もうちょっとで朝になるんですが、見てください、こちら。左の方で、あの例の暗くなると出てくる敵がずっと詰まって2体くらい攻撃してくるんですよね、こちら。これね。まあ、それを防ぎつつなんとか夜を明かしておりますが、とりあえず体力が半分になっているんですけれども、空腹ゲージもね、まあ空腹ゲージは大丈夫か、乾きが下がってきているんですが、こちら、ケンジさん、レモネードを作りました。乾きが100で体力が 25%。 もうちょっと乾いてから、喉が乾いてから使おうかなって思ってるんですよ。あとキャッサバの根とか、あと調理された肉、魚、いろいろ食い物はあるんで、まあその辺は大丈夫なんですけれどもね。水もまだまだ10杯あるんですよ。まあ回復が若干心配なので、こういった飲み物、食べ物を食べながら回復しようと思っているんですよ。あ、そうそう、あとね、装備、こちら、スネ当てと石装備で、こんなごつい、スネ当てを手に入れました。これで防御力がちょっと上がっているので、それでなんとか敵の攻撃を防いでいきたいところですね。とりあえず、もうちょっとで夜が明けるんで、まあ、それまではカットしていきましょう。さて、朝になったぞ。やっぱり見ると、沼地のあちこちで、ね、泡が立ってますが、そこにピラニアがいるっていうことなんでしょうね。さてと、じゃあ進むか。こっちだな。おっと、デブもいる。久しぶりだな。だが、おかげさまで、一網打尽にさせてもらったぞ。若干ゾンビが強くなっているな。じゃあな。さてと、敵は一掃したぞ。この辺に女性がいるようですけれども。おっと、ヘルメットをかぶった敵か。この辺アイテムないですか？何もない。いや、ある。キャッサバの根、ラッキー。敵はいるか？いるな。この中にいるんですね。そい。ですが、破れないですね。まあいい、今は置いておこう。とりあえずはこの先か、こっちから回っていくんですね。切れない。ふむ、ではどうやっていくんだ。一応びっくりマークそこについてるんですけれども、おっと、また違うデブが来た。いらっしゃいませ、ね、敵さんはこうやって降りてこれるのに、私は登ってはいけない。勢いがいいな。さて皆さん、やっとね、分かった気がします。こうやって着火するでしょ？で、取る。で、これで、殴るんじゃないんですか？ほら。いや、やっと気づいた。てか、最初の方にこれやってたんですけど。てか、熱い熱い熱い。燃えてる燃えてる。
剣士炎をまとっているぞ。これでここもこうやって燃やす。しびれているぞ剣士。お、潜水タンク、いろいろあるんですね。で、そうこうしているうちに、ついに弓を作りました。やっと作ったよ、ほんと。強いのかどうかわからないんですけれどもね。ですが、敵から倒せば、敵からこう、弓を回収できるんですよね。さてと、やっと上まで来たぞ。どうした？女性がいるぞ。キャロル。どうした？かなり私見た目いかついが。My daughter and I were attacked by those monsters when we ran aground here yesterday. I lost her trying to get away. ほう、あの子とはぐれてしまってエミリーの行方がわからない。いやー、すんませんね、こんな見た目で。ですが、悪い人じゃないですよ。But I won't open the door for anyone except my daughter. If you bring her to me...私が欲しいものは多分この建物の中にあるんでしょうね。娘を助けるとエミリーを見つけてキャロルのところへ戻る。ふむ。あ、遠いな。そんなところにいるのか。しかも敵が復活してきているぞ。どうした？かなりピクピクしているぞ。なるほどね。そうだな、じゃあ今回はここまでにしましょう。次はね、その娘を見つけて母親のキャロルのところまで行くクエストになるでしょうね。じゃあ今回はここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。なかなか厳しくなってきていますが、なんとか先もやっていきましょう。では若殿でした。